はい、皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、ゼニーでーす。ということでね、ゼニーがお送りするアンチャーデッド、はい、前回の続きからやっていきたいと思います。はい、もっと照らしてくれ。よし、来た。ね、これチャプター変わってないんでね、あの、うん、チャプターが何だったかももう覚えてないんだけど、うん、錬金術師の部屋みたいだ。そうなの？ちょっと待てよ、うん、ここを見て何か思い出さないか。これ言われてみればマーロの隠れ家を思い出す。サリー、これはジョン・ディーの研究室だ。グラスにあるか、彼の部屋が。多分手がかりから十字軍に行き着いたんだ、ロレンスのように。で、どうすんの？おい、ほら、これ見ろ。お、どうした？また芝生の原稿。また芝生か。でもこの記号は何か解読しようとしてたみたいだ。絵の具語の原稿にメッセージらしきものが。何語って絵の具語。ちょっと俺絵の具語わかんないから、ね、やってみる。祭壇は入り口を守り地獄へと導く、はあ、つまり霊を呼び出すのに呪文を使ったのか。ねえ、祭壇が秘密の通路を隠していることもありえるぞ。よし、わかった。押すんだ。どういうこと？だって何を押すの？祭壇、祭壇。どっち向きに押すの君？いやいや、違う。チャーリー、邪魔。ちゃうでしょ、ハンデそっちでしょ。連打連打。はいはいはい。おい、これぶっ飛ばけた。なかなか賢いクソ親父だ。そらどうも。違うから、ジョン・ディーだ。ああ、サリーもなかなかだ。親父だしな。ありがとう。じゃあ行きましょう。うん、それし、あ、死なないんでよかった。はしごあるけど腐ってんもん。あなたがさ、いつもだったら死ぬよ。なあ。ああ、いいものがあった。あ、サリー、火をつけてくれ。ああ、マッチェリーボム、うん、懐かしいね。懐かしい。そうだな、ずっといい。いずれお前もマッチを持ち歩くようになるさ。何を言うんだよ。で、こっちかな。うん、うお、本気で中に入れたくないみたいだな。出したくないのかも。お前も手を貸せ。出したくないのかもと。また何かモンスターが。いや、いや、任せろ。行くぞ。いや、あんま来てくれないんだけど。また暗号やんか。ちょっと待って、こっち反対側は。へへ、なむなーし。なむなーし。なむない。もう、いい。いやいや、アイデアもあるかもしれんよ。な、無理。だからもう無駄に回転する。いや、ええから。進んでくる、普通に。なんかあるよ。フリーちゃんもここにいるかもな。古代都市の秘密を知ってても、墓まで持ってったかもな。よし、やっと墓を探すか。そうしよう。なんだ、中世のクイズ番組。パズル。かなり成功だ。紋章を動かせるんだって。は？いや、ちょっと待って、ルールは分かったけど、何をすればいいのか分かる。ああ、そうそう、まずこれね。彼はパズルを解き始めたけど、解けなかったようだ。だから何、何ヒーと、バツバツと、なんかの間に、その、和紙があると。で、和紙の、一段上の三つ先に馬が来ると。それ分かった。うん、それ、とりあえずそれに動かしてみてるんじゃないの？まず和紙じゃないの？いや、別にこれ動かせんじゃん。こいつだけやね、今動かせん。あ、そうなの？そうそう。別に入れ替えたりもできない。まずなんか、あ、それ横のあれじゃね？ライオンやな。違う違う、その横の、横触れないの？その、いやいや、ちょっと待って、これライオンしか動かせないとかじゃないの？もしかしたら。その横のなんかそれ、それなんもないの？もうこれしか無理や。だからこれライオンを動かすやつやからっていうんじゃない？で、あ、なんか書いてあるよ。帰れるじゃん。で、このホースがあれでしょ？その、違う違う。で、その上の上、
そこ、うん、でファネックスが、その何ダイヤ、うん、でいいんじゃねえけ。あとまだ出てない、あとまだ出てない。あと部屋になんかヒントがあるのか。ああかもな。だからこのバツ四角にゃららのところにフェニックスやろ。うん合ってるよ。あとこいつらをどう動かすかやねんけど、うん、多分それ見ても意味がないと思う。もうそれ以外になんか落ちてたりとか残されてたりしないのかな。こいつちょっと待って、それ下なんかマークない？あ、あるこの変な何メガネみたいななんかわかんないけど、これがメガネやろ、うん、そこ倒れてわかんないでしょ。でフェニックスがこの火火でいいんかわからんけど、火の隣ってことになってるでしょ。ってことはそれでも何の紋章、これがメガネ、いやじゃない、それどれか、これが崩れ落ちてるけど馬っぽいな。本当に？あのなんか違う馬がおるわ。ああでこれがメガネで、こいつもメガネ。あなんかヒントが来た。の中がそこの床に反射してるぞ。立つ場所によってシンボルが変わる。ほんまや。メガネ。メガネ。N。の間、この文字の間に OK ってことよ。だからメガネと、うん、この N と。Y みたいなやつとこの Y の間、メガネ NYY の間ににこの獅子がおると、うん、だからメガネ、あだからあれだ、あの1のところだ、マークで言うとそのわしの反対側だ。まあそしたらメガネ違う、それじゃ N がないのか。メガネ NYY。メガネ、メガネやろ、うん。メガネがあるのか参加者、メガネ NYY。N があるのか。ここしかないんじゃない？でもね、N がないんだよね。ここか？でもそしたら YY じゃなくなっちゃうから、やっぱその1のとこなのかなと思うんだけどね。ここ YY メガネ、ここじゃない？ワイワイ、ああそうだね、メガネ N、そこだ。いやでもう一個だね、多分ねこれやねんな、この変な馬っぽいやつが、ヒートヒートヤリとヒーヤリシーメガネ、メガネヒーヤリシーメガネのところに馬、ヒーヤリシーひいわりしいメガネ、やりだよ。でもやり一箇所しかなくね。ひやりしいメガネがこの下やな。うん。そこじゃね。オッケー。解読完了。いいぞないと。ね。ワクワクしちゃう。ワクワクしちゃう。気をつけてけ。俺もワクワクしちゃう。ね。ゴッドフリーちゃんだね。オンリーワンフリーちゃんってこと？わかんない。ミーヤ、これだ。おい、持っててくれ。よし。ああ、これ石碑か。石碑というか。いや、お墓ですな。ゆっくり寝られてる。これは魔除けだろ。何か書いてある。墓の上でそういうことすっかな。ネイティブの言葉で書いてある。シバ語ね。やっぱり古きイエメンの言葉か。ええ、16世紀にドレイク教がついたはずの場所だ。町の名前かも。ああ、3000年前のな。続きが読めないことにはどこを探せばいいかわからないが。まあ、残り半分がシリアにあると願おう。ええ、カッターとクロエが見つけるといい。
次そっちの2人やんの？いや、まだこっちみたい。でててててで、出るとお迎えがいると。そうやな。いや、それはやめといた方がいい。くそ。ご苦労だった諸君。ハリス、ドレイク氏が持っているものを受け取りなさい。ああ、ハリス。取りに来い。上に投げるんじゃない？命を懸けるほどのものじゃないだろう。お友達はそう思ってる。渡せ、ネイト。どうせ殺されるで。まあね。何の音だ。また爆弾出てくる。なんだこれ。雲。木の近くだ。おい、おい、取ってこい。どかしてくれ、どかしてくれ。そろそろ火が消えそうじゃないか。こう、いや、大丈夫です。あと1時間大丈夫です。え、あのクソ野郎だろ。急げ、もっとここから出なきゃまずいぜ。これから離れるな。だそうです。いや、ほんで次変わるんだ。あれ、お前、おこら、消える。逃げ道を探そう。待て、あそこだ。あそこ行けってことじゃん。登っていってねってことじゃないの。さあ、早く捨てちゃったよ。手を貸せ。こっちに来い。まだいるじゃん、クモ。いやいや、とっとっとそこら辺にいるぞ。いやいや、またこの角度。これね、これね。こっちだ、急げ、逃げるぞ。え、行くぞ。うわっちゃ、俺も焦げた、焦げた、焦げた、焦げた。俺は悪くね。俺は払って、払って、ジャンさん、払って。で、今近くに出してやってるから。よし、お、天井からも来るぞ。うぅー、またこの角度です。まだこの角度、もう嫌いなんです。さあ、すばしこいやつらだ。うわわ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 。気持ち悪いね、今日もいるね。助けて、助けて、助けて、どうする、どうする、どうする。戻った、戻った、画面は戻った。おお、助けて、助けて。危なかった。止め、オッケー。畑落としてくれ。よし、大丈夫だ。俺はどうだ。大丈夫、いない。大丈夫か。多分な。よし、あそこは立ち入り禁止だ。日の光とか苦手だ。どアイデアだ。とか、え、外に出てこうへんってことは、日の光とかがそういうのが苦手だったよな。あー、本当。そっちはやめよう。どっちに行くにしても、もうクソグモどもはごめんだぜ。クソグモど、ファック。地球防衛軍とかでもね。うん、ありが。なんでまた降りんの。よし、ここから出る方法を見つけようって言ってるぐらいだから。うん、あ、いい椅子じゃないか。いや、地球ダメだ。よし、向こう行けるかな。で、横じゃないので、ああ、もうこういうゲームね、もう分かってんのよ。任せろ。で、そこ行って、横行けないの？横か。うん。で、後ろのシャンデリアじゃねえけ？角度難しい。助けろ！落ちそうだぞ！分かってる、分かってる！くる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 。で、くるくるくる。でこっちやろ。で、でこうじゃ。ああ、とっ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 と、どうするんだ、どうするんだ。登る。な、登る。もうダメなんですけど。計画通りだ。いや、もう計画通りだ。まさに俺の。おい、待て待て。計画通りです。ボロボロだね、本当。ボロボロですよ、この城。いや、そっちじゃないでしょ。また横掴みですか、ここで。
あ、こっち歩いていくんかな。いや、そこまでしか行けないでしょうね。あ、降りれるんか。最後の一滴までだ。あ、焼いちゃう気だ。やつら何してる。建物ごと燃やし尽くせ。あ、やばい。サリーすぐにここから出るんだ。え、そっちで奥行って。奥行ってジャンプ。向かい側の壁に止まれると。ノート。あ。揺すって出してるってこと。ああ、家計に。いや、的にされるよ。サリーに任せて、サリーに。で、戻るんでしょ。なんだよ。うわー、そこんの。オッケー。撃たれてる、撃たれてる。なんでこの距離で近接近に仕掛けんのよ。死ぬ死ぬ死ぬ。大丈夫大丈夫。待ってろ、サリー。針を垂らしてくれ。なんて？針を垂らしてくれ。それだ、針。その、それ。ん？その、違う、それじゃない。針だって。うん。垂らしてくれって、なんかあんの？なんかできんの？それを、あの縁打って壊すとかできないの？かな。下の方は、その支えてるの、うん、しちゃうではないみたい。登っていけばなんとかなんの？登れっか？いやでも落ちれるぐらいだから多分登れねえのかな。そのまま向こう行ったら勝手に自重で倒れるとか？テコの原理？無理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 。おい、やめろ。おい、操作がシビアです。めっちゃ、これ多分登るんじゃないと思うわ。ちょっと落ちへんか。これでも掴んだ方がいいんだよ。掴める？危ない。お、三角あるやん。うん。やっぱそうやのか。全然ボタンでしたっていう。焦り散らってんのか。行くぞ。撃ってる撃ってる。上だ。急げ。どうすんの、どこ行くの。サリーどこ行った。え、もう先行ったんじゃないの。どこ。もうそっちじゃないよ。どっちよ。そのそどうでもそっち渡ったことでしょ。サリーが分かってる分かってる。サリーの息にどこへ。どこへ。これか。扉は、まあ、開かない。どこ行けばいい。見えないったら分かんない。でも上には登れないね。ちょっと殺す。手を貸してやろ。ああ、急げ。うわ、ピンチだ。おい、ダメだ。サリー、閉じ込めない。どっかから抜けられるはず。どこ。ああ、ずるい。こういうことか。ああ、そこはそっちルールなのね。うん、行こうか。うん、行こう。早くこっから出ないと。丸焼きはいや。丸焼きはいや、うん。そうでしょうね。こっちかな。んじゃないけ。うわあ。おい、死んだ。危ないね。全然大丈夫じゃないって。落ちよう。ええー。お
俺も行く。これか、うん、でしょうね。燃えてる燃えてる燃えてる、あ、危ない危ない丸焼きは嫌だ上だ、飛べ、効果効果効果、落ちる落ちる落ちる、ボス落ちます、うん、で、はいはいはい、クライミングで一個降りて、あっと、で正面だね、あっと、あっと、あー頼む丸焼きが嫌なんです手を貸してくれ、でこっちかい、でいけるいけるいける、あー炎の中ですよ、もっとひどいことになってる、またでかいのいた、ほらデンプシー撃った方が早いんじゃねえの、いや撃てへん、デンプシー、ほら撃てへんねや、今イベントで撃った、こっちやろこの人多分死ぬよ、焼き死んで、この下だ、もうすぐだ、お前行け、よし、焼けろこのクソどもが、うわ、おい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 、おい死ぬなるかな、味方いいのかよ諦めとんじゃない、うん、おら、どうかっこよくない、ショットガンなっちゃったよ、強いね、出口は、ね、そういうことね、多分敵のいる方向に行きましょう、いけなくなったってことはそういうことなんでしょうね、どうやって行くわ、でも上にも行けない、おっと、うわこれか、この台か、うん、みたいな、ショットガンはええ待て上だ、だそうですよ、ドアがあるぞ、あっまた、あっあったけど、どっとどっとどっと、火の海です、火の海です、あらららら、大丈夫か、行け、大丈夫じゃねえよ大丈夫に見えるってやつは大丈夫ってことだな、え、何？クソ、クソ、サリ、たまった、助けてくれ、やったな、伏せろ、ありがとう、本が多いね、いろいろこういうちょっとしたアクションが、なんかこのサリーの見捨てない感じがいいよ、助けてくれって言って、トト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 、うわー、違う、あの横にあったわ、正面に引っかかるやつが焦ったらあかんってことな、これやな、ちょーい、あーその横が来てる、おーいおーい、ね、そっちが、手をくれ、よし来い、何なんもうこのゲーム怖すぎねんけど俺を殺しにかかってます、珍しいな、サリーが、サリー待ってろ、今行く、よし大丈夫だ、行け行け、サリー行け、あかんて、あかんて、2人乗ったらあかんて、行けないで、サリー行け行け行け、俺の方が早いぞジャンプしてるから、急げないと、こっちか、いやそっちただの窓やろ、で、周りがそんなことはないと、あの炎の中ならどうやって進めと、見えへんねん、どこ、いやでもなんか行けそうになさそうやけどな、どうする、指示をくれたりヒントなしっていうかね、さ
それそのフチとかってどこまでへんの？分からへん。下か？下や。下みたいな。急に。じゃあこっちかな？うん。どうしたな、関さんが。何も見えない。こっちだ。やつらだ。行け。そうでしょうね、こんだけゆっくりしとったら。いや、お前、目の前お前、こら左ストレックくらいや。いや、で次はなんか爆発してんね。サリーがやったんじゃない。偉い。誰さ好きに行く。あた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 、焼けた焼けた焼けた。ようあることや。どこへサリー指示をくれ。正面の向こうじゃないの。オールだ。そいつがオールだぜ。ちょっと電プしもらって。おい、逆に電プしもうて。暗い暗い暗い。オッケー、ちょっと格闘もちょっと強くなってきたぞ。で、ここや。あれか、うん、じゃないけ、これやな、うん、このゲーム全員倒さな先に進めへんよ。またよいしょ。多分向こうや、うん、行くぞ。そしたらまたまた炎が出るからジャンプ。男のジャンプ。こいサリ、うん、頑張れ。いや壁が大丈夫。上がれサリ。オッケーオッケー、俺はジャンプしっかり。はい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 、うん、あぶね。ちょっとなんてことだ。いやほんまなんてことだよ。出た。この角度です。逃げるこのパターン。画面と共にフェードアウトしていた。先が見えへんから。オッケー。じゃあ行きますよボス。いやまあ次はクリアできる。画面と共にフェードアウトしていった。はいはい大丈夫ですよ。角度が管理してるから。焦りも全くない。左下に寄ったら。どうすんの知らん。早く。えらい冷静。早く外に行こうぜ。もちろんから離れよう。こんな早々にあの走って落とされると思わへんかったな。なあ、いやいやいや、きついって。あの角度、寿司はあの角度。やばかったな。やばかったやばかった。とっておきの角度やろ。ああ大丈夫か。なんとか。バイオシックスを思い出す角度や。ちょっと待ってくれ。待ってくれ。俺はお前より25年も人生経験豊富なんだ。何言ってんだ、まだまだ現役だろ。やつら逃げたことまだ気づいてないさ。まだ。そうだった。味方も置いてきぼれたしな。そう、しかも殺してるやろ。うん、でこれいや分からん。でポーズで入って真面目に少し分かりやすい。俺声優ないから。あるあるある。操作権ないよ。あれボタン押したら反応すんねん。あとにしてくれネイト。やつら本気で来てるんだ。ああだから奴らに降参するっていうのか。俺はそんな話なんてしちゃいない。じゃあもうおっさんみたいな態度はよしてくれ。頼むよ。おっさんみたいな態度ってどういうこと。お前とはもう20年になる。俺はお前を見捨てたりはしない。絶対にだ。ただ俺たちは人生の無駄遣いをしていないか。お前はどこか気負ってしまっていて無鉄砲になってる。お前ならわかるだろう。殺されても知らんぞ。畜生。まあ死ぬときは俺も一緒か。そうやな。
そういうことね。なんだ。カッターとクロエ。俺らがつけられたら。クソ、二人も危ないな。警告しよう。ああ、今すぐシリアに行こう。結局シリア行くんだ。車の場所は覚えてるよな。俺にはもうチンプンカンプンだ。でしょうね。うん。で、シリア、次の日の夜。一晩でシリアまで行ったってこと？そうじゃない。くそ、まだどっちにも繋がらない。やばいことになってるかもしれない。観光客が来るんじゃない？ツアーのバスが来るからシリアか。まあ遠くはないけど。それじゃあ急ぐ。チェーンが切られてる。オーケー、つまり誰かが先に来てるってことだ。俺たちが死んだと思われてる限りは敵の不意だってつける。これチャンスだ。だな。じゃあこっそり入って監禁されてるクロエたちを見つけよう。もし生きてればな。ネガティブなこと言うな。いいか、やつらは人質を取るタイプには見えないだろう。今はとにかくベストな展開になることを信じよう。カッターとクロエを助けて。なんなんこの。こっそり城から逃げ出す。こいつらも何そういう思考な。そうやな。あり得るって。あの楽観的な。そうそう。で。で始まりました。まあまあまあ今日はここでそうやね、ここぐらいですな。はい、ということでね、まあ地球防衛軍以外でも雲に覆われるっていうね。そうね、雲に覆われて。あの角度よ。もうきつらい、このゲームの。こあの角度多いね今回。おいおい、もう序盤からあの角度出してくるもん。わかんない、これがね、もうストーリーのどの辺なのかわかんないけど、うん、結構ね、あの厳しい角度になるね。なりますわ。でダッシュさせられるっていうね。そう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 。いやまあまあ今回はね、なんとか。しんどいわ。まあまあでもね、あの謎解きがやっぱ難しいんで結構楽しいですね。楽しいね、それは言えますわ。うん、でね、まあ敵はまだそこまでね、なんか大軍に囲まれたりとかね、うん、ひどい武器持ったやつに襲われることはないんでね。そうやな。今んとこいいかなっていう感じなんですけどね。うん、っていう感じでね、まあ、今後もこんな感じで進めていきますんで、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ってことでね、今回の動画少しでも面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。あとですね、ゼニがもう一タイトルやっております、逆転裁判。はい。で、私の方がね、やっております、地球防衛軍5、並びに6。はい。で、姉さんの方がね、やっております、戦国無双5。はい。で、私とゼニの方が不定期開催しております、デーモンズゲリラライブ、こちらの方バイオハザード1となっておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ってことでね、今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。続くよ EDF。 え、あ、ごめん、あんちゃん出てた。